ほなみさんとか風秋さんの話聞きたいんですないんですもん質問がもうなんでないんだよまさにこの後土屋に関する質問ですけどもう飛ばせますよもういいよ土屋君の質問はまさかのおかしいだろうなちょっとほなみさんこんな雰囲気ですけれどもいかがですかいかがですかねすごい無茶ぶりですいやそうですよ失礼ですよそれはねすみませんでもあのこうやって揃うのはなかなかないないんですもんねないですねないです 時々結構みんな集まった上田でうんうんうん師匠がいらっしゃらなかった師はそうなんですよだから本当に一度返すってのはほぼほぼない俺いなかったでしょっけあれいたごめんえ、あのラストシーンじゃなくてラストシーン…お泉さんいたっけなぁなんか今声ラストシーンだとしたらバリバリいましたよいましたいましたいました がっちりいましたよだっけいました待ってば覚えてないんですよあら最後の最後でものすごい溝できましたね今ほなみさんいましたよ僕ほなみさんと喋ってないけどほなみさんのマネージャーと僕ずっと喋ってましたからじゃあ絶対いるじない一緒の場がなかったんですよね一緒の場は確かになかったかもしれないですほなみさんね大泉さんはねあのいろんな人と気さくに喋れるけどほなみさんは緊張して喋れないって言ってましたよそうなんですそういやそれはもうだってね 我々からしたらもうやっぱりね僕たちはやっぱりその本当に高校時代とかですよ世代なもんですからねそうですかごめんなさいね年年を言うとあれですけどやっぱりちょっとどうしてもやっぱりこうなんかちょっといまいちこうまだこう指でも監督はそれでも結構厳しくいろいろ言われたいのねコナミさんに対してもされたんでそんな厳しくは言ってないですよ <laughs> 分かんなかったです。ああ、わか分かんなかったやっぱり。はい、何考えてるの？褒めてくれなかったです。褒めてくれなかった。みんなが褒めてくれなかったっていう。うそういうもんですもんね。え、逆にみんな褒めるんですか？他の監督ってのはそんなにいちいち。だっていちいちを一回褒めたらね、うん、次も褒めないとあれ？今回ダメだったんだん。ああ、なるほど。うん。うんちょっとね。 まあ一回一回ワンカットワンカットね、うん、そのなんかスチールカメラとかいいねいいねとは言わないですけど、うん、なんかこうスッとねやってきていやこの間のあれよかったなとか、うん、なんかそういうコミュニケーションあるじゃないですかうん、うん、それ言ったらみんなだって俺のこと一回も褒めてないぞ。<laughs> <laughs>